イージスシステム搭載艦は、マヤ型と同じ大きさで、建造開始となり、巨大なイージスヤマトの夢は、なくなりましたね。今回は、イージスアショアの代替案、イージスシステム搭載艦建造を詳しく見ていきますね。どでかイージス艦を見てみたかったよね。2023年も早くも2月となり、新年度である4月をあとわずかで迎えるところまで進んでいるが、新しい2023年度以降からの日本は、これまでに類を見ない防衛費の大幅な増額を行う方向に動き出すことがすでに確定している。2023年度から2027年度までの5年間の防衛費の累計額は、現時点でおよそ43兆円に到達すると見込まれており、最終年度の2027年度にはおよそ11兆円規模となり、対 GDP 比率でも 2% という目標値をクリアする予定である。昨年2022年2月のロシア・ウクライナ戦争の世紀を目の当たりにした西側諸国の多くは、1991年の旧ソ連の崩壊以降は、削減傾向にあった軍事費を再度増加させる方向に転換。日本も同様の動きを見せている。ヨーロッパの西側諸国の大多数が加盟する NATO では、軍事費の対 GDP 比率の目安を 2% に置いており、日本も追随した形ではあるが、これは、もともとは、トランプ政権時代のアメリカが求めた目標値でもあった。その時点では、アメリカが、いかに、その目標数値を達成するよう、NATO 加盟国に通告しようと、当時のドイツをはじめとした国では、それを政治問題と解釈して対処しており、正直、ヨーロッパにおいて、今後戦争が勃発する可能性は、低いと考えていた。そうした考えは、当時、どこまで、アメリカのトランプ政権が先を見通していたのかは、別としても、実際に、最悪な形で裏切られる事態となり、ロシア・ウクライナ戦争がもたらした影響は、計り知れないと言ってよいだろう。日本でも、ロシア・ウクライナ戦争の勃発後、多数の世論調査等によっても、大多数の国民が、防衛費の増額と、必要な装備品の調達に、賛同の意を示していることが伺え、その意味では、時節を得た施策となった感がある。そうした経緯を経て決定された防衛費の増額の中でも、かなりの多額が振り向けられることが示されているのが、今後の日本のミサイル防衛の柱とも言うべき、イージスシステム搭載艦の整備にかかる費用である。2022年12月23日に公表された2023年度の防衛予算案の中で、このイージスシステム搭載艦については、2208億円が割り当てられるとされており、項目としては、同艦の整備費用という名目で拠出することとなっている。ここでは、便宜上、イージスシステム搭載艦と表記しているが、今回中期、防衛力整備計画から、防衛力整備計画へと、文書名が変更となった中には、もう一つ別のイージスシステム搭載護衛艦なる表記も目につく。イージスシステム搭載艦とは、2020年に、急遽、配備の中止が行われた、地上配備型のミサイル防衛システムである、イージスアショアの代替策となる艦艇であり、その一部の装備を流用して、2隻が新造される。これに対して、イージスシステム搭載護衛艦とは、従来から海上自衛隊が配備を進めてきたイージス護衛艦のことであり、海上自衛隊では艦首記号で DDG と呼称している誘導ミサイル搭載型の護衛艦のことを指している。実は2023年2月現在、海上自衛隊ではすでに合計8隻、混合型4隻、アタゴ型4隻、マヤ型2隻のイージス護衛艦を保有、運用中であるが、こちらも、今回、
これに2隻を追加して10隻体制に拡充することが新たに盛り込まれている。ちなみに最新鋭のイージス護衛艦タルマヤ型は基準排水量が8200トン、満載排水量が12,500トン、全長が 170.0メートル、最大幅が 21.0メートル、深さが 12.0メートルの艦体を持ち、およそ1隻1700億円ほどをかけて建造されている。マヤ型は AWS イージスウェポンシステム用にはアメリカのロッキードマーチン社製の AN スパイワンレーダーを搭載しており、これは混合型やアタゴ型とも同系統であり、イージス護衛艦の標準でもある。海上自衛隊で浜屋型は2隻で建造は終了だと標榜していたこともあり、今回2隻が新造させる方向となった点から、それらの新造艦は新たな艦級となると予想されるが、 AWS イージスウェポンシステム用レーダーも新型のスパイ6の採用が有力視されている。さて一方のイージスシステム搭載艦であるが、2020年末にその新造が決定された後、2022年末時点の来年度の防衛予算の概算要求の時点では、今から思えば何を意図していたのか理解に苦しむような仕様が打ち出された。そこでは新造するイージスシステム搭載艦は基準排水量が2万トン以上、全長が最大 210.0メートル、最大幅が最大 40.0メートルを予定しているとアナウンスされ、前述したマヤ型と比較しても衝撃のサイズ感だと言えた。この仕様は海上自衛隊では現在最大の規模を持つヘリコプター搭載型護衛艦 DDH である出雲型の基準排水量が 19,500トン、満載排水量が 26,000トン、全長が 248.0メートル、最大幅が 38.0メートルに次ぐ大型艦だった。当時海上自衛隊ではここまで大型のイージスシステム搭載艦の案を打ち出した理由について、海洋上での波の影響による艦隊の揺れを極限まで減らすためだと説明しており、長時間安定した姿勢でミサイル防衛を担うことが示唆されていた。このイージスシステム搭載艦はこれだけの大型艦にもかかわらずミサイル防衛を主任務とすることから、乗組員数はわずか110名ほどとされ、これ浜屋型がおよそ300名であることに比すれば、ほぼ3分の1というにわかかには信じがたい数値でもあった。さらに、このイージスシステム搭載艦には、ミサイル防衛を担うための迎撃用ミサイルの搭載に止まらず、開発が進められている12式地対艦誘導弾の能力向上型等の対艦、対地攻撃用のスタンドオフミサイル等の実装についても言及されるに及んだ。こうした当初のイージス・アショアが担うはずだったミサイル防システムの代替を行うという形から、後付けで様々な兵装や用途が付け加えられたイージスシステム搭載艦に対しては多方面からそれを危惧する声が上げられた。そこまで大型で多種の兵装を実装するとまで案が肥大化したイージスシステム搭載艦に対しては、最もセンセーショナルな形容として令和の戦艦ヤマトと揶揄する批判も登場するなど、その大半が批判に満ちていた。そもそもそうした後付けの重兵装を除外して考えてみても、イージスシステム搭載艦はイージス・アショアの発注済みのレーダーであるスパイセ・ウを流用する前提であるため、既存のイージス護衛艦が使用するスパイ1系統とのと互換性のなさが指摘されていた。これはイージスシステム搭載艦の実用化に向けては人員を
陸上自衛隊から転用するとはいうものの、管轄、運用する海上自衛隊にとっても、非常に効率の悪い問題ではあるが、スパイ1レーダーをキャンセルする場合に生じる費用等から避けられないようだ。しかし、当然といえば当然ではあるが、ここまで肥大化したイージスシステム搭載艦の構想は、2023年度防衛予算が具体化される中で淘汰され、今、浜屋型等のイージス護衛艦に準じる規模とすると報じられている。未だ搭載するレーダーが非効率なことは気がかりではあるが、現実味に乏しい大型で、重兵装な艦容が修正された件に関しては、ひとまずは安心しても良い形に近づいてきたと、評すべきなのかもしれない。ただし、乗組員数を考慮しなければ、他の用途にも、使用可能な通常のイージス護衛艦を増加させた方が、運用上、コスト上からも利点は、大きいと思われ、BY-1 レーダーのキャンセルで生じる、違約金に加わっているのです。